ほう、また魚が一匹増えたようじゃ。侍、刺身にしてやる。まさか夜が。血を分けた兄を殺し、手に入れた当主の座は幻か。寸縁三に栄えしよくやる。世の亡き後は名優らの草刈り場となり果てよう。宇津家信長に伝えよ。新しき世の先駆けとなれ。宵の冷めぬうちに。秀の字、吉本ってのは東海道一の大物なんだ。聞こえるか、4万の軍勢が逃げてくぞ。マムシ殿が目をかけた理由はこれであるか。暖かい。藤吉郎、京城へ急ぎなさい。氷のような女だな。ご活躍だと聞いています。兄をよろしくお支えください。